愛についての問題。私は母の愛というものについて考える。カーライルも母の愛ほど尊いものはないと言っているが、私も母の愛ほど尊いものはないと思う。子供のためには自分のすべてを犠牲にして尽くすという愛の一面に、自分の子供をまっすぐに、正直に、善良に育てていくという厳しい、鋭い目がある。この二つの感情から結ばれた母の愛より大きなものはないと思う。しかし世の中には子供に対して責任感の薄い母も多い。が、そういうものは例外として、真に子供のために尽くした母に対しては、その子供は永久にその愛を忘れることができない。そして子供は成長して社会に立つようになっても、母から言い含められた教訓を思えば、いかなる場合にも悪事を成し得ないのは事実である。いつも母の涙の光った目が自分の上に注がれているからである。これは架空的な宗教よりも強く、また何ら根拠のない道徳よりももっと強くその子供の上に感化を与えている。神を信ずるよりも母を信ずる方が子供にとっては深く、かつ強いのである。実に母と子の関係は奇跡と言っても良いほどに尊い感じのするものであり、また強い熱意のある信仰である。そして母と子の愛は男と女の愛よりもさらに尊く自然であり、別の意味において高貴のあるもののように感ずる。私は多くの不良少年の事実については知らないが、自分の家に来た下女または知っている人間の例について考えてみれば、母親のいわゆるしっかりした家の子供は恐れというものを感ずる。悪いということを知る。しかし母親が放縦であり無自覚である家の子供は、叱っても恐れというものを感じない。そして悪いということについて根本的に無自覚である。ただ世の中はごまかしていけばいいというようなことしか考えていない。この一字を見ても、子供心に信仰をもたしめるものは、全く母の感化である。最近の新聞紙は、深山博士の子供が三人とも家出をして苦しんでいるという事実を伝えている。その記事によると、本当の母親は小さいうちに死んでしまって、ママ母の手に育ったという。博士は三人の子供が三人とも学問が嫌いで、性質が悪くて家出をしたように言っているけれども、これを全く子供の罪に帰することはできぬ。妻は小学校しか卒業していない女だから、子供をいじめることはできない。自分が子供を叱るときには、妻は一切口を出さぬことにしている。とか言って、博士はそれをママ母の罪でないように言っている。しかし、子供の教育は必ずしも母親自身の学問の程度に関わるものではない。それに学問がないからいじめることができないなどというのは、いかにもおかしな言葉である。私は何も博士の家庭に立ち入って批評しようとするものではないけれども、もしこれが本当の母であったならば、また本当の母でなくとも愛というものがあったならば、いかに博士が厳重に子供を叱ろうとも、それがために失敗することはなかったであろう。私はこの社会において弱者に対して、もしくは貧窮者に対してこれを救うという場合に、単にそれを気の毒だから助けてやるとか、もしくは慈善は善なる行為であるから救うとかいうのでは、かえってその人間を堕落させるのみで、決して社会のためになるものではないと思う。もしこの社会の有力なる指揮者が、真に母が子供に対するごとき無給の愛と厳粛さとをもって行うのであればよろしいけれども、そうでないならば、
むしろ自然のままに放任しておくにしかぬ。彼らの多くは愛を誤解している。ここに苦しんでいる人間があるとする。それをそばの人間が救う。その行為が果たして愛であるか否かはよほど疑問である。苦しんでいる人間をしてあくまで苦しませるということは、その人間がやがて何者かに突き当たることをえせしむるものだ。ハントでそれを救うとしたならば、その人間はついに行くところまで行かずしてしまう。すべての究極によって、人間は初めてある信仰に入る。自ら目覚める。今の世の中の博愛とか、慈善とかいうものは、他人が生活に苦しみ、また、境遇に苦しんでいる、いい加減のところでそれを救い、いい加減のところでそれを捨てる。そして、ついにこの人間に究極まで達せしめぬ。私はこんな行為を愛ということはできぬ。本当の愛があれば、その場合それを凝視すべきである。真の傍観者に愛がないということは言えない。一つの事実をじっと凝視するということは、すなわち凝視そのものが私はある意味で愛そのものだと言えると思う。この意味から自分の敵に対しても凝視を怠ってはならぬ。私一個の考えから言えば、人を愛するということも、憎むということも同じである。憎み切ってしまうことができれば、そこに何かこの人生に対して強い執着のあることを意味する。残忍ということも、どれほど人間というものが残忍であり得るか。残忍の限りを命したとき、目を覆ってそれ以上の残忍を成し得ないというとき、そこに本当の人間性はあり得る。私はいかなる場合にも中途半端の虚偽を憎む。現代の多くの人々はこの中途半端にいる。しかも人が苦しみを経験し、もしくは苦痛を経験し、もしくは生活上の奮闘を余儀なくされている場合、社会の同情、博愛、慈善事業、宗教家等によって救うということは、いつまで経ってもその人間に本当の霊を見せずにしまうものである。極端なる苦痛は、最後に確信と光明を与えると信ずる。今度の戦争のことに対しても、徹底的に最後まで戦うということは、ドイツが勝っても、あるいは負けても、世界の人心の上に、はっきりした覚醒をもたらすけれども、それがこのまま済んだら、世界の人心に対して何者をも付与しないであろう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回もお楽しみに。